まずここね、すごく重要なポイントですね。不動産投資、まあ僕の動画見てもらってる方が不動産投資されてる方がほとんどだと思いますんでね、その前提で話しますと、まずコーコはね、不動産投資に対しては消極的なんですよね。はい、実践不動産投資塾塾長の菊ちゃんです。今日もね、コーコについてね、説明お話の方していきたいなと思います。このシリーズね、動画を撮り続けまして、まあコーコでのお金の借り方とかね、まあ実際コーコで不動産投資されてる人の意見、まあコーコの中の人の話ね、あと会計さんの話っていうのをね、まあいろいろ織り交ぜてね、お話の方させてもらってます。それでですね、ここからいよいよ実践、実践と言いますかね、まあ実際コーコの方がですね、今どういう風な考えで、まあどういうあり方でね、今後不動産投資についてどういう方向性を向いているのかっていうところをね、お話ししていこうかなと思います。まずここね、すごく重要なポイントですね。不動産投資、まあ僕の動画見てもらってる方が不動産投資されてる方がほとんどだと思いますんでね、その前提で話しますと、まずコーコはね、不動産投資に対しては消極的なんですよね。まあ昨今ね、信用金庫、銀行からの不動産投資の借り入れっていうのがすごく厳しくなってきましたので、コーコでの借り入れっていうのは最後の牙城だと僕はね思ってるんですよ。まあそこの中の人は結構消極的だよっていうことをお聞きしました。まあそれにはね、いろいろ理由がありましてね、なぜっていうところなんですけど、そもそもね、日本政策金融公庫ってネットで検索したことある人ね、サイトの方を見ますと書いてると思います。これからね、飲食を始めようとするんだとか、これから病院を開業したいんだと、これから起業したいんだという人の向けにね、あるのが本来の広告っていうところらしいんですよね。理由はなぜかと言いますとね、会社、日本っていう国で会社を起こして、そこで雇用を生むためです。経済発展を目指してるからですよ。ここがまず大前提なんですよね。かたや僕らがやってるね、不動産投資、まあ家をね、人に貸すというところで、雇用っていうのはね、無かというとなかなか厳しいですよね。雇用は実際生まないよ、生まないですので、そういった部分に鑑みてもね、まあ住宅金融公庫の本来の本筋からは少しね、ちょっと消極的にずれてるっていうのが不動産投資の現状なんです。そこでですね、嘆いてばかりはいられませんね。対策っていうのを考えていかないといけないので、どうすればいいのかっていうところで、ポイント2つです。もう書いてますけどね、1つは担保。担保って分かります？担保って言いますとね、今自分が不動産物件を持ってるんだと、で新しい融資を受けたいんだけど、その担保、要は多分不動産物件を持ってるんだと、それを要は差し出す、要はね、担保とする代わりにね、例えばローンが払えなくなったその物件を取り上げちゃう代わりに、分かりやすく言えばそんな感じね、担保とする代わりに公庫の方お金を出すよというような流れになってきてますね。つまり一からね、不動産投資をする、まあ、担保も何も持たずに借り入れするっていう方にとってはちょっと不利な状況になってるのかなというような現場感覚みたいなね、印象です。中の人もそう言ってましたしねあとね、返済計画、ここね、めちゃくちゃ重要なんですよ。不動産投資をするにあたって、なぜ重要なのかと言いますとね、今ね、不動産投資で公庫でお金を借りようと思えば、まあほとんどね、10年で返済してくださいよって言われるケースが多いんですよ。で物件を買って経営してる方は分かると思うんですけど、不動産の醍醐味っていうのはね、
自分で物件を当然買う、そのお金がないので公庫からお金を借りる、その返済期間っていうのは長ければ長いほど自分の手残りが多いわけですよね。10年で返すのと15年で返すのとでは、要は次々返済金が変わってきますよね。わかります？つまり100万円借りて毎月10万円ずつ返済で返すのか、毎月20万円ずつで返すのかでは手残り10万円違うわけでしょ。不動産投資ではとにかく返済期間を長くした方が手残りがその時は増えますのでね、とにかく長い時間で返していった方が得なんですよ、不動産の場合は。そこを今ではね、不動産投資の場合は10年で返済してくれよって言われるんですよ。10年じゃなきゃ公庫の方融資下ろさないよ、公庫の方は融資下ろさないよとまで言ってきます。つまりね、まあ、不動産業界、不動産やろうとしてる人にとっては結構ね逆風が吹いてる感じですね。住宅金融公庫はね、実はね、まあ一つの政府系の金融機関なんですけど、実はこれ視点によってね結構考え方がまちまちなんですよ。要はその視点、もっと言えば担当者によっても不動産投資って言った段階で、ああダメですダメです、不動産投資っていう段階でね、もううちではやってないんですよっていうふうに言われるケースが多いね。あと担当レベルによってもね、もう差が激しい。だからこっち側の住宅金融公庫では不動産投資 OK だけど、片や絶対ダメっていうところがあったりとかね、そういう差がね実は結構激しい。だから窓口を変えれば行けたりするケースもある、聞いた話によればね。まあそういったところでね、今不動産投資っていうのは結構逆風が吹いてるなという感覚です、こちらでのね。まあただね、まるっきりダメっていうわけでもないんですよ。まあ、担保があればね、不動産投資っていうのは当然進みやすくなるわけですし、その前のこの前の動画での信用っていう部分は、まあ、当然クリアしてて当然なんですけど、こういった部分っていうのはね、一つのポイントとして不動産投資を得られるんでしたらね、考えておいても損はないんじゃないかなというふうに思います。今日はね、まあ公庫の今の不動産投資に対するね内情っていうのをね詳しく説明させてもらいました。以上です。ありがとうございました。はい、実践不動産投資塾ではね、このように LINE のねオープンチャットっていうグループ機能を使ってですね、仲間を募集してます。まあ、今回みたいにね、公庫でのお金の借り入れ方の方法であったりとか、まあ自分自身が持っているアパートマンション戸建てのね管理の仕方、あとね運営の仕方ですね、あと実際に自分がこの物件を買いたいんだけどどうだろうっていうね細かい意見までね、こちらのオープンチャットの方で情報の方を出し合ってます。もしねご希望の方はね、 YouTube の LINE の YouTube の概要の部分からねクリックしてもらったら LINE のオープンチャットに参加できますので、参加の方は無料になってます。ぜひ仲間の方になってね、いろんな不動産情報をね自分自身に取り込んでみてはいかがでしょうか。以上です。ありがとうございました。